て、なんかキラキラしててどこ見ていいかわかんない。落ち着け。決まり。待って。ことないの？夜来るのは初めてかも。一応めぐちゃん家泊まるかもって言ってきたけど。報道されたりしないか。私はいいけど、二人は学校にバレたらまずいだろう。歩いてるだけでも。場所が場所だからな。平気、大学生って顔してれば。何？観測隊員親睦会ご一行様。本当？よし、あとは作戦通りに。でもこれ一人を誘い出すってしか書いてないけど、どうするの？それは普通男子隊員が多いから女子高生がこう。まさか誘惑しろって言うんじゃないだろうな。まあ白瀬ちゃん美人だからな。私お願い。そんな決まり。だって飲んだ。うん、そうか。じゃあひなたちゃんやってよ。ほらもたもたしてると言っちゃうぞ。足だ、生足よ。パンツだもん。じゃあ胸だ、胸を強調せよ。いいよ、なんかだいたい胸なら。いやだ。白瀬ちゃん？しつこいね、あの子も。誰ですか？お家にしてどうするんだよ。ここは学校か、優等生か。逃げて！そんなに息切らすまで走らなくても。別に命奪おうってわけじゃ。